新庄ビヨン、医師医学科生成形外科専門医、新庄先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、新庄に関することを発信していきたいと思います。新庄伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは、なんとしてでも175センチ超えたい方へってことで、私のね、超人気シリーズの一つになります。もう消えちゃったんですけど、昔のチャンネルの方だと、なんとしても行きたい170センチの方が、僕の記憶が確か20万回をね、再生してくれて、最もね、バズった動画のシリーズですね、それの175センチバージョンね、今日させていただきたいと思います。アンケートの方で見たいね動画なんですかってね、コミュニティの方で募ったら、1日でだいたい778名の人の応募があって、その中でね、何としてでも175センチ行きたい方パート2よりも、何としても175センチに行きたいやつをね、まだ上げてないので、これをやってほしいって声があったらやっていきたいと思います。最近はねちょっとねスライドとかあんまり作ってないんだけど、スライドもお見せしながらね共有していって、みんなで、ね、175センチをね目指していきたいと思います。175センチがどんな意味がねあるかってところなんだけど、170センチを超えるっていうのはまあ当然だけど、まあそういう風に区切りのいい数字であるっていうことと、日本人の約平均身長が171センチ程度って言われているので、日本人の平均身長に到達するっていうところと、あと女性の身長のですね 95% 以上は170センチ未満になってくるので、ほとんどの人の女性よりも身長が高いというところが170センチをね目指す理由だったりもするわけですけども、今回175センチってことで、175っていうのはまあ高身長とも言い難いんだけれども、少なくとも低いと言われることはまずないですし、一番ね175を目指す理由として適切な理由というか、うまく表現するとすれば、アメリカ人の平均的な身長、男性は175センチっていうので、まあいわゆるアメリカサイズじゃーんって、まあアメリカサイズになれるっていうのが175センチはいいところかなと思います。それではね、そんなアメリカの平均身長である175センチの奇跡をね一緒に見ていきたいと思います。ってことでこちらですね、この表ね、私の動画を見ていただいている方だったら結構イメージ湧くかなと思うんですけども、これは5から8歳の身長のデータで、一番左側で最終身長は171になるペース、そして2列目171.9、172.8、173.6、174.5、175、175.4、176.3、177.1、178.0 って形で、その年齢に応じたですね身長を書いてあるわけですね。ここの黄色くね縦線で引いてますけど、まあこれ5から8歳のデータですけども、例えば175センチのペースの5歳0ヶ月の男の子は 109.4 センチですよってことになります。つまり5歳0ヶ月の男の子が目の前にいて、その子は仮にですけど 109.4 センチだったとした場合、その子は日本人の平均的な身長の伸びをしていったら、その子は最終的に175.0 センチになるでしょうって統計学的に予想をすることができる表になってきます。つまりなんだけど、簡単に言うと5歳の時に 109.9 センチであれば、将来 176.3 センチのペースにいるわけですから、つまりその子は受験でいうところの B 判定みたいな感じで、 C 判定はね 50%50% みたいなイメージだとすると、 B 判定ってことは大体まあ 70% とかそれぐらい、 A 判定っていうのは178センチのペースになるので、例えば5歳0ヶ月の子が111センチだった場合は、その子はですねかなりの確率で175に到達するでしょうってね、そういったのはこの表から分かる形になります。ということで、まずは5歳0ヶ月 109.4 センチ、6歳0ヶ月で 116.2 センチ、7歳0ヶ月で 122.6 センチ、8歳0ヶ月で 128.4 センチ、これがですね 175.0 のペースになってまいります。これはねあくまでも平均的な伸びをね前提として、まず今回は特にですけど、18歳0ヶ月で強制的に175センチになって、そこでストップするっていうのがね大前提になりますので、そこもね十分ご理解ください。ですので、まずはねここの5から8歳っていうのはどういう時期かというとね、簡単に言うと、まあ、いわゆる学童期って呼ばれるような時期で、赤ちゃんの時期が終わって少年っぽくなってきた、しかも少年の前半であるっていうのはそんな時期ですね。当然まだね思春期なんていうのは考えにくくて、成長ホルモンを分泌しながら身長が伸びていくっていう、そういう時期になってきます。本当にもう単純にこの数値よりも高いかどうかね、見ていただいて参考にしていただければなと思います。今回はね、もう175が基準なので、一番左の、いわゆる E 判定のさらに下ですけど、そこでもね、171センチってことで、平均身長のね、ペースになってくるので、この表にね、なかなか勝てない人もね、多いんじゃないかなと思うんだけどね。はい、じゃあ次ね、ここが8から12歳までのデータってことで、ここはですね、学童期の後半になってきます。つまり、まあ中学生入る前ぐらいで、思春期に入る前って感じですね。ものの本によってはですね、11歳、
半ぐらいで思春期に入ってくるというふうにも言われてますので、そういったのもね、関係あるかなと。この表、先ほどの見方は同じなんですけども、読み上げていくと、175センチのペースは8歳0ヶ月128.4、9歳 134.0、10歳 139.7、11歳 146.0、12歳0ヶ月153.5という感じで、このペースよりもですね、高ければ将来175に行く可能性が高く、それも低ければ175に、ね、行く可能性が低くなるというようなことが、ここからね、わかるんですけども、ここはね、本当に注意しなくちゃいけないのは、8歳0ヶ月の時は D 判定、もしくはですね、E 判定だというふうにします。それが9歳、10歳と、どんどんですね、C 判定、B 判定というふうに、仮にですね、めちゃくちゃ順調に身長がガッと伸びたとします。伸びるのはもちろん、それは素晴らしいことなんだけど、伸びる理由が、思春期が早く来たことによって身長がね、ガッと伸びる。例えばだけど、8歳とか9歳とかで少しでもチンチンの毛が生えてくるとかですね、そういったような思春期症状がね、ぐっと来て、それと伴って D 判定から C 判定、C 判定から B 判定というような感じで行くと、それは後で反動でぐーんと逆に D 判定、E 判定の方に持ってかれる傾向が強いので、注意が必要です。つまり、この時期はとても大事なのは、思春期症状がそんなに進んでなくて、周りと同じぐらいの思春期の症状のペースであって、なおかつ175センチね、今黄色くライン引いてるそのラインに乗ってくるというのはすごく大事になってきますので、そこをね注意してください。そんな感じかな。あとはね、簡単なのだと食生活、最近僕の動画もね、かなりもう見てる人はもうずっと見てるので、かなりね詳しい人多いかなと思うんですけど、大事なのはタンパク質を効率よく摂取するというのは大事になってくる。例えばアミノ酸もですね、タンパク質の、一種になってきますけど、アミノ酸で摂取すべきなのは、いわゆる必須アミノ酸といったものをね摂取したりだとか、あとはアミノ酸スコアの高い卵はですね、比較的安く手に入りますし、朝食とかでもね食べやすいので、卵を摂取するとか、例えば卵をどういったような料理の形で食べると一番いいかってね、こういう質問をたまにね受けたりもするんですけど、理論上は生になります。生卵が一番いいってことになる。例えばね、ボディビルの人とかもね、生卵をこうやってガグガグガグってね飲んだりするような映画をね見たりすることもあるんですけど、タンパク質ってのは熱分解に弱いっていうふうに言われていて、熱を通すと分解されてしまうってことが言われている。だから理論上は生卵がいい。ただし、生卵を毎日食べて厳しいかなとか、結局はある程度ね、熱を通す必要があるかなと。それはお肉でも同じで、タンパク質だけのことを考えたら、生の肉の方がより有効性が高いのかもしれないんですけども、それはちょっと現実的ではないかな、というふうに思いますので、結局はね、ある程度熱を通して食べていくような形になっていくと思います。はい。あとはね、ちょっとデータとかね、もちろん過去のね、動画でもね、ぜひ見ていただきたいんですけども、過去の動画はね、身長が伸びる食べ物はこれだってね、こんな、とかってやってるけど、これの中で確か説明したと思うんだけど、牛肉とかね、そういったのは身長で高くする傾向があるっていうのが分かります。ぜひねこちらも見てください。あとはつい最近挙げたのはこちらですけど、亜鉛とマルチビタミン。亜鉛は牡蠣とか豚のレバーとか、あとゴマとか、あとアーモンドとかかな、そういったのに、ね、含まれたりもするんだけれども、特に骨の生成のコラーゲン生成の部分に関わっていて、身長を伸ばすというような作用があるようなですね、報告があったりもしますので、参考になると。もちろんですね、あと睡眠もすごく大事になってくるので、適切な睡眠時間をとると。よくね受ける質問としては、昼寝はいいですかっていうね質問を受けるんだけど、体力が落ちてしまっている時はある程度ね昼寝もいいのかなと思うんだけど、昼間寝ちゃうと夜寝れないよね。そうすると悪循環になってくるので、やっぱり昼間はある程度活動的に運動したりだとか、運動に関して言うと、運動して成長ホルモンアップってね、こっちの動画で説明してるけど、最低でも60分ぐらい、特に最初の30分がゴールデンタイム的に成長ホルモン分泌が促されますし、運動すると当然ですけど食欲も湧いてくるので、先ほど伝えたようなタンパク質をね効率よく摂取することができるというふうに考えられますので、運動をある程度まとまった時間、1時間以上ね運動するといったのが大事になってくるかなと思います。運動の種類に関して言うと、そんなに厳密にこだわる必要なくて、自分の好きなスポーツねぜひやっていただけたらと思うんだけど、超高重量の筋トレ、フーフーフーみたいなのは今のところ私は推奨していません。そんなところで気をつけていただいて、8歳から12歳、思春期症状が早く出すぎてないってところをね、よく確認しながら、ぜひ見てください。そして次がね、12歳から15歳ということで、この時期はですね、いわゆる思春期の前半になってきます。この時期はとても大事な時期で、身長を伸ばすラストチャンスって言ったら大げさなんだけれども、ただこの時期はもうすごく大事。例えばですね、12歳児の身長っていうのは、いわゆる思春期がほぼ開始されるような時期の身長なんだけど、その時期の身長がその人の最終身長を決めるというふうな報告もあります。つまり、12歳の時に低くて、その後14歳で1回
高くなってもまた戻っちゃうよっていう、そういうようなデータなんだけど、12歳の時にいかに高くするか。逆に言うと15歳ぐらいになってくると、もう本当にですね、なかなかそこから身長を変えるのって難しいです。なので、まあ、このね表ね見ていただいて、ぜひですね、もうこの時点でしっかりと C 判定を超えてくるような状況を作り上げていくってことが大事になってくる。例えばだけど、もう絶対に何が何でも175センチに行きたいんだというふうな方がいらっしゃったら、 D 判定から C 判定ぐらいであれば YouTube でね見るぐらいで、まあ、いけるかなっていう気もするんだけど、例えば E 判定から C 判定、171.9 センチのペースから 175.0 センチのペースに持ってきたい、これぐらいねドーンと行きたいのであれば、私のところにですね直接受診していただいて、医療介入とかですね、しっかりとしたサプリメント指導、そういった総合的にねやっていかないと、なかなか175っていうペースには到達するのは難しいと思う。当然だけど171、それでも低いペースの場合は175センチ以上にどうしてもなりたい理由がある方はぜひね来ていただくといいかなと思いますね。はい、そして最後が15から18歳ということで、ここはですね思春期の後半ですね、もう終盤ですよね。受験でいうところのね、まあ冬を過ぎたあたりって感じで、そこからなかなかですね成績を上げるのはですね、まあ難しかったり、そういった時期ですね。先ほどの思春期前半が秋から冬にかけてって感じで、それに対して15から18歳っていうのはもうね直前って感じですよね。受験の前日にねちょっとね問題集を開いて勉強してもなかなかね成績が上がらないのと一緒で、この時期は難しくなってきます。ただし受験と同じだけど、諦めることなくね、まあ、最後まで175というペースを追い求めていくっていうところですね。ここに関して言うと骨端線の状況がすごく大事になってきます。骨端線が閉じてしまうとやっぱり身長が伸びなくなってしまうので、その状況をですねしっかりと確認しながら、もしくは採血とかですね骨代謝っていうんですけど、そういったのを確認したりとか、いろんなね状況を確認しながら最終身長にどれくらい向かっているのかっていうのをねしっかりと見ながらやるといいと思います。ということで、まあ175のペースにちょっとここを読み上げると、15歳0ヶ月 171.5、 16歳0ヶ月 173、 17歳0ヶ月 174.3、 18歳0ヶ月 175 っていうような形になってきます。本当にここら辺はね、まあ、かなり終盤になってくるかなと。このね見ていただいてる視聴者さんの中もね、この年齢の方ね、まあ、いらっしゃるのかなと思うんだけど、このね数値をしっかりと獲得してですね175センチを迎えていただきたいなというふうに思います。はい、こんな感じですね。何としてもね175センチで迎えたい方へということで、食事の話もしたし、運動の話もしたし、睡眠のね話も、昼寝のね話もしたし、データも共有しましたね。データねもう一回ちょっとねおさらいしましょう。ここが5から8歳のデータです。じゃん。はい、次8から12歳のデータです。こちらじゃん。はい、そしてこちら12歳から15歳のデータです。じゃん。はい、そしてこれが15から18歳のデータです。じゃん。はい、まあこんな感じでいいかな。このね表をですねぜひスクリーンショットしていただいて、この表に対してご自身もしくはお子様はですね175のペースよりも低ければ何かしらやはり努力していかなくちゃいけないし、高ければですねこのペースでいけば175に行くんだったらね自信持っていただいてやっていただければと思います。特にねこの判定的にねかなり厳しいなと思う場合はですね、まあぜひですね私のところに直接ですねご覧いただいて一緒にですね頑張っていければなというふうに考えております。まあ今日はねこんな感じかな。今後も身長に関することを配信していきたいと思います。身長と話したい方はチャンネル登録よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。